尿石防止の薬剤供給装置サニタイザーが、連結された自動フラッシュバルブ内蔵新型、低リップ型小便器床置き、トラップ脱着型フラッシュバルブ式小便器、等々有 u 3 0 7 c 人感染差式、フラッシュバルブで吸水される壁掛け型小便器、等々有 u 3 7 0小便器は、男性の排尿に特化した便器であり、使用後は自動、または、 手動のフラッシュバルブで洗浄して排水する。日本にある近代的な陶器製の小便器は主に男性用で座らずに用を足す形になっている製品がほとんどである。小便器が設置されている部分は仕切りで区切っていない場合が多く同じ広さの空間でも設置台数を多くすることができる。近年では排泄後に自動的に洗浄水が流れる赤外線センサー付きの便器が増えているほか。 マイクロ波により感知する製品も登場しており、この場合センサーの小窓がついていないすっきりとした小便器となっている。女性用トイレでも母親と共に訪れた幼い男児向けに小便器が設置されているトイレもある。和式便器が主流だった頃は男性の雇用に和式便器が使いにくいので一般家庭でも小便器を設置することが多かったが、洋式便器の普及に伴い公衆トイレや 公共のトイレ以外で見かけることが少なくなってきた。床置き型小便器縦長の床置き型小便器で、大型、中型、小型に分類される公衆便所に並んで設置される場合、ささやかな仕切り板が付けられることがある。以前の水洗便所用の製品ではトラップがなく、別に地中に埋め込まれた円管のドラップと組み合わせて設置される方式であったが、現在の製品は、 大型が思考が容易な便器作り付けのトラップであり、尿石付着時の清掃を容易にするために、トラップが脱着式になった製品がほとんどである。また、トラップがない製品は組み取り、便所で使用される場合もある。壁掛け型小便器戦前からあり、俗に朝顔と呼ばれる、楕円形の普及品であったが、最近は大型、中型の様々な形状の製品が存在する。 成人男性の股間の高さに設置されていることが多く、このタイプは子供には使いにくい。このため、低めの高さに設置されたり、踏み台を設けたり、床置き型小便器と併設されたりすることもある。低リップ型小便器壁掛け型と、床置き型の接中型の小便器。壁掛け型ながら床置き型同様の縦長で、子供から大人まで楽に使える形状。床清掃も容易で、 最近新設、回収される、小便器の主力になっている、筒型小便器竹筒のような形状の便器、和風の飲食店のトイレで使われることが多く、跳ね返りと周期防止のために氷を投入してある場合もある、小スペース型小便器一般住宅でも取り付けが、可能な細身のデザインとなっている、東東では、スリムユーの相性がある、2005年6月に生産が終了され、 現在では発売されていない女性用小便器の一例女性用小便器アメリカで1930年代に当時は高級品のナイロンストッキングが普及した際腰掛け式では座った際に電線などの恐れがあったが中腰ならそれを防げるとして発売された女性の立ち小便用の便器日本では1951年に東洋陶器が製造販売を開始したがまだは服が多く 女性が座らず、雇用をするとは奇妙な製品だと一般に受け取られたために普及せず、稲製糖などのライバルも追随して製造・販売しなかったことも相まってか、九百七十一年に製造中止となった。なお、九百六十四年東京オリンピックの際には女子選手用として国立霞ヶ丘陸上競技場内に設置された EN フィメールウリナチオンデバイスも 三章手洗い付け小便器手洗い付け小便器。西日本高速道路会社と等々の共同開発品、テイリップストール型小便器の天板の底が6つの穴を持つ手洗い器になっており、蛇口に手をかざすと水が出て、手を洗った水が下の便器まで洗うようになっている。壁には赤外線センサーがあり、離れると洗浄水が便器を流れるという通常の機能に加え、 手洗いに使った分だけ便器に流れる水量が減るようになっている。手洗い水を便器の洗浄に再利用する節水機能が評価され、エコプロダクツ対象エコサービス部門の優秀賞を受賞した、幼児用小便器床置き型小便器を幼児が使いやすいように小型化したもの、幼稚園、保育所及び公共施設、母親と共に訪れた幼い男児向けに、 このタイプの小便器が女子トイレや多目的トイレに設置されていることが多いで用いられる。イナックス製のものはミニチュア版床置き型小便器といった形だが、t o t 製のものは丸型の独特の形をしている。壁式小便器公園などの公衆便所や鉄道駅の構内など小便器の場合、古い施設では混雑時に複数人同時に並んで用が足せるように個別の便器がなく、 タイル針やコンクリートの壁、あるいは FRP 製の壁のような便器がある。その場合は、人の立つ場所が一段高くなっており、向かい側の溝に流す形で、水洗式の場合でもその壁に水を流す管がついて、いるだけのトイレが多用されていた。しかし、このタイプは、水洗式であっても、尿の跳ね返りや尿石からの悪臭に加え、ウジなどの衛生害虫が発生しやすいなど、 利用者から臭くて不潔な印象としてかなり不評であり、近年では個別に小便器を設置したトイレに回収された場所も多く、急速に減少している。スカイトイレ高装ビル等の工事現場などで、トイレを設置できないような場所に設置したり、災害時に使用する、小便器タイプの紙トイレ、上部が、麻顔、下部が、ポリタンクになっており、溜まった小便をトイレあるいはお吸いマスに流す。 上部を起点に、上水道管、洗浄用のフラッシュバルブ、洗浄水の塗水口、中心部、リム部、排水口、陶器製のトラップ、排水管、排水管の途中に設けた排水トラップの順番となっている。一方、壁掛け型小便器は、便器本体がボルトやネジで壁に固定されており、便器の下部に排水トラップ部が露出している。小便器を兼ねる。 大小療養便器高くした床に設置し、便器後部を団地外部に張り出させて、男子の雇用を兼ねる療養便器が存在し、団地外部に張り出した部分は小便器のリップ部と同形状になっている。この大小療養和式便器は、小便器の設置空間が取り難い日本の住宅環境もあり、一般住居でも広く採用されているほか、小規模な店舗やオフィスのトイレ、 コンビニエンスストアのトイレ、ホテルや旅館等宿泊施設の各部屋にある客室のトイレにおいても同様に敷地面積の節約から和式の大小療養便器を一つだけ供している場合も少なくない。これらの大小療養和式便器は男性用トイレの他に男女共用トイレの便器としても多く使われる。宿泊施設などにおいては 客室部屋内の個別の男女共用トイレを経営する宿泊客のために各フロアに男女おのおのの性別専用のトイレが設置された宿泊施設も多い。大小療養和式便器の洗浄装置は通常の和式便器と同様に店舗やオフィス、宿泊施設においては多くが連続使用が可能で小スペースであるフラッシュバルブにより給水されるが 一般住居等のように 25A 以上の給水関係、給水圧力が0.07%以上が確保できず、フラッシュバルブが使用できない場合は、ボールタップによるタンクを設置して給水する。タンク式の主流を占めるロータイク式では、タンクの上部には、タンクの蓋の代わりに、手洗い器を兼ねている水分を置き、タンクの給水の一部の水が手洗い部に出てくる仕組みであり、 この場合、トイレ内に個別に手洗い器を設けることを省略できるために、大小療養和式便器が設置される狭い空間のトイレで多く採用されている。大小療養和式便器においても、平面床に埋め込んで施行される一般向けの和風便器同様に床上給水式と床下給水式があり、給水方式は、施工面や配管の取り回し、便器との相性の関係で、 床上給水式は主に、ロータンク給水で、床下給水式の場合、フラッシュバルブにより、給水される。小便器としての役割を兼ねる、大小療養和式便器は、排尿に共する頻度が多いことから、通常の小便器同様に店舗や宿泊施設等、不特定多数の利用があり衛生面や快適性を重視する施設のトイレにおいては、フラッシュバルブに、サニタイザーを連結して、 便器洗浄水を流すたびに、サニタイザーから一定の濃度に希釈された、尿石付着防止薬剤が含まれる、洗浄薬剤、消毒薬剤を大小量用便器へ乗時、供給させて、悪臭や、便器の汚損を防止、排水管のつまり防止及びトイレ内の方向をする、ことも多い。洋式便器化が普及した近年では、和式の大小量用便器に代わって、 通常の洋式大便器を一つだけ設置して、大小兼用便器として供していることが多くなっている。小便器の洗浄は主に、フラッシュバルブを接続して給水するが、手動式の場合は押しボタンを押して起動させ、自動式の場合は、人感センサーが便器付近の壁や便器本体に内蔵されている。古い公共のトイレでは、ハイタイク式による連立一斉洗浄方式があり、 設定されたタイマーにより、電磁バルブで再本作用を起こし、ハイタンク内に貯水された水を排水して、複数の小便器を洗浄する。この方式は利用者が全くいない時でも洗浄水が流れたり、逆に利用者が集中している時でもタイマーの設定時間が来るまで洗浄水が流れないので、悪臭の原因になるなどのデメリットが多い。またハイタンク式による、 連立一斉洗浄方式でも自動再本式があり、絶えずタンクに少量の水が吸水され、タンクの水が満水に達する頃に自動で再本作用が働いて排水して連立した複数の小便器に吸水する。利用者がいない時でもこの動作が繰り返されるので大量に無駄な水を消費してしまうほか、タイマー式同様、 利用者が集中している時でもタンクの水が満水に達しないと洗浄水が流れないので悪臭の原因になるなどのデメリットが多い。これを改良したのが人間センサ式自動裁本でトイレの入り口付近に設置された人間センサーにより検知した利用者をカウントし設定された利用者まで検知するとハイタンクに給水が始まりタンクの水が満水に達する頃に裁本作用が働いて 自動で排水して小便器に給水する。これらのハイタンク式による連立一斉洗浄方式は人間センサ式、フラッシュバルブが普及するまでは公共のトイレで多く採用されていたが、最近ではトイレの回収などにより徐々に採用が減ってきている。その他、小便器の洗浄には蛇口と同様の水栓を回して開閉させ、 水を流す方式も存在するが、この方式も寒冷地など一部を除き採用が減っている。小便器の衛生面から跳ね返り、尿石の付着を防ぐためにトイレボールと呼ばれる洗浄薬剤を排水口付近に置いたり、衛生面や快適性を重視する施設のトイレでは、水洗式小便器上部の給水管に連結したサニタイザーにより尿石付着防止薬剤が含まれる。 消毒薬剤を便器に供給する場合が多い。ちなみに、一般的な住宅の便所において、フラッシュバルブは完全な水洗式の大便器の場合は、採用例が少ないが、男性用の小便器の場合は、簡易水洗式の大便器と同様に、一般的な住宅の便所であっても採用される例も、ある。ありがとうございます。